今週はですね、石井さん、はい、もうこれ選ばなかったらね、あっていう感じですよ。もうこの色ですから、色で選びます、はいはい、もうこの鮮やかなオレンジ色ということで、はい、スバル XV のこれはハイブリッドということになりますけれども、はい、グレードは、グレードはですね、はい、2.0IL のアイサイトというグレードでございます。ほうほうほう、はいはい、それでは場所を変えまして、石井さんとこの車じっくりと見ていきます。では10号車、今週の気になる車、スバル XV ハイブリッドを見ていきます。まずは評価書からご覧いただきましょう。このようになっております。はい、内装星2つ半、外装も星2つ半、総合で 4.5 点をいただいている1台です。はい、総合評価は 4.5 点、まあ、かなり高いね評価になってます ね、 そうですね、はい、ではこちらのスバル XV ハイブリッドを見ていきましょう。まあ、なんといってもこの鮮やかなオレンジ、もうインパクトは十分といった感じですけれどもね、はい、特徴から教えていただけますか。はい、はい、もともとは、スバル XV、こちらをベースに、ドライブモーターを搭載することでハイブリッド化をして、はい、走行アシストするという XV ですね。ほうほうほう、日常でもレジャーでもあらゆるシーンで高い走破性を実現できるハイブリッドのお車ではないでしょうか。はい、石井さんの今お言葉にあったドライブモーターが搭載されているということなんですが、はい、このドライブモーターっていうのはどんな役割を果たしているんでしょうか。はい、はい、実際はですね、うん、なかなかこうご覧いただくことは難しいんですが、うん、オートマチックのミッションの中にですね、走行アシストするモーターが入っておりまして、あとは荷室の下に、燃料電池だったりとか、まあ、そういったところと連携しながら、ガソリンエンジンを、アシストして走行するというものでございます。まさにこの走行アシストしたハイブリッドということになります。はい、あの外観からしても石井さん、本当にあのアウトドアにはもってこいかなという、ね、印象ありますが。そうなんですね、はい、はい、まあ、ベースの XV と同様ですね、うん、最低地上高に関しては20センチ確保してありますので、もちろんこれから夏のレジャーシーンなんかで、はい、山とか、川、まあ、そういったレジャーシーンでも走破性にはですね、うん、全くあの心配なくご利用いただける1台じゃないかと思っております。はい、もう今からすぐにでもね、この出かけたくなるような1台ということですが、アルミホイールも特徴があるんですね。はい、そうですね、はい、専用のデザインの17インチのアルミホイールを採用しております。はい、でデザインもベースの XV とは違うんですけれども、実はですね、空力性能までこう考えているデザインですので、はい、非常に見た目だけじゃなくてですね、きちんとこう性能を両立しているアルミホイールというのを装着しております。これも XV とは違ったところなんですね。はい、そしてあの石井さん、気になるのはですね、このヘッドランプなんですが、はい、近づいてみるとこれ一部ブルーがかってますよね。そうですね、多分こちらがあの、まあ、パッと見た時に、まあ、一番違う点かと思うんですが、うんうん、ヘッドランプ内にですね、今おっしゃったようなブルーインナーレンズを採用しておりますので、はい、またこれがあのクールでスマートな印象で、うん、ハイブリッドというような印象じゃないかなと思っております。だいぶここが変わるだけで随分ちょっと印象っていうのもかなり変わりますよね。はい、まあ、それ以外にもですね、はい、まあ、もちろん分かりやすくドアのところにハイブリッドなんて貼ってあるんですけども、はいはいはい、まあ、それ以外にこうドアのアウターハンドル、取っ手の部分ですね、うんうん、こちらにもあのメッキハンドルを採用してですね、ちょっとまた差別化を図ったりですとか、そういった部分でも違いを感じることができます。こういう細かいところっていうのはちょっとポイント高くなりますね。ありがとうございます。はい、はい、でまあ、そのまま後ろをご覧いただくとですね、はい、先ほどヘッドライトのところでご案内した、うんうん、ブルーインナーレンズに関してなんですけども、はい、実はですね、リアのコンビレンズですね、はい、こちらにも採用しておりまして、ついてますね。はい、逆にこうブレーキ踏んだ時はですね、うん、LED のライトを採用してますので、うん、ベースのお車とまた違う演出というのを夜楽しんでいただけるかなと思います。はい、まあ、本当にさまざまなポイントでこの XV とは一味違うね、このエクステリアを演出しているというね、今回のこのスバル XV のハイブリッドということなんです。はい、中もちょっと見させてもらいたいんですが、はい、おおほう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 、まずはこのシート部分ですね、ホールド感も非常にありますし、はい、
そしてこのシートも、もう本当にスムーズに動きますね。はい、梨田さんの出したパワーシートですね、はい、そうですよ、はい、でこちらのハイブリッドネックスウェアですね、はい、助手席も実はあのパワーシート採用しておりますので、はい、運転席の方だけじゃなくてですね、うん、助手席の方も非常にあの一番自分の取りやすいシートポジションでドライブを隣で楽しむことができるんじゃないかなと思っております。ここも石井さん XV と違うポイントの一つ、ね、そうですね、はい、パワーシートはこれちなみに何方向なんですか。8方向こう上下前後リクライニングと、はいはい、動きますね。そして一つ気になるのは、はい、石井さんこのメーターの部分なんですが、はい、ちょっとこう網のような感じになってるんですけれども、そうですね、実際にこうパッとつけるとブルーなんですね。そうなんです、あのヘッドライトリアレンズでもお話しした通りですね、はい、まあ、ちょっとこういった青みがかった色を採用して爽やかな印象を演出してますので、うん、まあ、メーター類ですと、まあ、外観以外にも毎日こう目に入る部分ですから、非常にそういった意味でもベースとは違うなという面白みもあるんじゃないかなと思ってます、うん、なるほどね、本当にあの外観部分だけでもこういう普段見ている部分でもね、はい、ちょっと違いを楽しめるというところも特徴の一つということがです、はい、非常にあの外観とともにクールな印象というのをこの内装でも感じることができる。そうですね、さらにはあのカーナビゲーションなどは特徴はどうでしょうか。はい、はい、こちらのナビゲーションに関してはですね、フルセグで地デジが視聴できるのはもうもちろんなんですけれども、はい、まあ、それ以外にも DVD 再生、それからですね、今スマートフォンをお持ちの方非常に多いかと思うんですけれども、はい、まあ、ハンズフリーでご利用いただく際によく Bluetooth 皆さんご利用いただいているかと思うんですが、はい、まあ、それを介して、音楽をこう再生できる Bluetooth オーディオ、うん、こちらにも対応しておりますので非常に、運転するメインのドライバーの方以外にも同乗者の方も楽しめるメディアがついた一台かと思います、はい、もう本当にさまざまなシーンでね、使うことができるということで非常に便利な機能です。さらには、はい、ETC ももちろんついてます。あ、いいですね。そして、はい、アイサイト運転支援システムもついておりますので、はい、まさに石井さん、はい、今からすぐにでもドライブに行きたいというね。じゃあ隣いいですか、乗ってくださいちょっと、はい、もう行きますか行きましょう、ね、走りの楽しさを存分に味わえそうな、はい、そうですね、そんな一台になってますね、はいはい、車の詳細を教えていただいてもいいですか。はい、はい、では走行距離数からお伝えいたします、うん、はい、走行距離数はおよそ3万キロです、うん、車検に関しては、うん、平成29年の2月までついております。では気になるお値段お願いしましょう。はい、消費税込み231万2000円です。なお諸費用及びリサイクル料金は別途申し受けます。はい、10号車気になる車ですが26年式スバル XV ハイブリッド 2.0IL アイサイト AWD CVT お値段は231万2000円となっております。まさに走りの楽しさをね実感できるというお車をご紹介いたしました。皆さんぜひお早めにお問い合わせをお願いいたします。